怒り、悲しみ、喜び、笑い、嫉妬心。人間にはいろんな感情があるけれども、そのぐちゃぐちゃで、ごちゃごちゃなことに心の中でいても立ってもいられないような、それを抑えきれないような感情に振り回されている気持ち、味わったことがありませんか？きっと自分の感情が嫌になることって、人間なら誰でも味わったことがあるんじゃないかと思うんです。でも、ヨガやアーユルヴェーダに基づくインドの古代の教えでは、実は感情を悪者としては捉えません。感情は一種のエネルギー。ヨガ、そしてインドの考え方ではそれを9つに種類を分けて考えるんですけれども、自分の中でこれらのものを悪者ではない、あなたに何かを示してくれているサインと捉え直すことができたなら、感情を通して自分自身の心の理解が深まるだけでなく、その取り扱いが変わることから、日頃の過ごし方がよっぽど楽になることがあるのではないかと思うのです。私自身、感情嫌だな、それに振り回されること、自分の中の怒りや悲しみから自分で自分のことを悪い人間だと思ったり、罪悪感から萎縮して小さくなってしまったり、自分って本当は嫌な人ってセルフジャッジが働いたり、そんな感情に振り回される様々な思いから解放されるように、自分と自分の心の様々な色合いを持つ感情との付き合い方が大きく変わったのです。今の私はこのいろんな色の感情、どれも悪者だと思っていません。だからいろんな感情を持っている自分が豊かに思えるし、それが悪いことっていうようなアイデアが、発想が私の中からなくなったのです。だから子供たちや他の人の中に怒りを見ても、嫉妬心を見ても、悲しみを見ても、私がそれに反応したり恐れることはありません。今回のさまざまなワークショップを通して、私は皆さんに大きく一つ必ず知って持って帰っていただきたいことがあります。それは、あなたの中の感情は何色でも、どんなに不快な、どんなに苦手な思いが出てくるとしても、決して悪者ではないっていうこと。あなたはどんな感情を抱いていても悪者ではないのです。この感情を深掘りして理解していきましょう。あなたの感情、なぜそういう感情が現れているか、その裏にある思考、観念を見ることで、自分が本当に抱いている思い、自分自身のアイデンティティを作り上げている、パーソナリティを作り上げている観念を知ることです。すると、あ、本当は私傷ついていたんだ、だから悲しかったんだ、とか、本当は自分の正義感、こんなことはあってはならないはずなんだって思っていたから怒っていたんだ、と、cause and effect、 その因果関係が見え始めた時に、自分の本性、真相がほどけるように手に取って分かるようになると思うのです。きっとその瞬間、あなたは自分自身ともう一歩大きく仲良くなれると思うのです。そして自分の心のさまざまなカラーとつながっている人は、子どもたちや周りの人の中の感情を恐れることもなく、周りの人との世の中すべての感情との付き合い方が大きく変わると思います。きっとそれだけ過ごしやすく心地よくなるものだと思います。ワークショップの中では、恥文化と言われる日本のカルチャーの中でとても大きな羞恥心、羞恥心ってとても、強い言葉なので、なかなか自分自身に向けることはないかもしれませんが、人に言えないこと、誰にも話せない自分のことや自分の過去のこと、家庭のことなどを持っている。それって本当は恥という大きなバリアがありますよね。他にも、嫌な感情の中には怒りや悲しみ、人や自分自身をジャッジしてしまう罪悪感、罪悪感から来る自分を責めること、いろんなことを放っておくと、そのまんまのモヤモヤが続きます。
これらのことについては、これも大きなビッグなキーワードですけれども、許すことが鍵を握っていると私は自分の体験からもよく知っています。許せないことやずっと引きずっている後悔があるときに、そのまんまモヤモヤを放置してしまうことってたくさんあるけれども、それってちょっと近づいてよく見て整理してみたら、大きく分けて3つの角度で許す必要があることっていうのが浮かび上がってくると思うのです。起こった出来事を許せないとき、相手をどうしても許せないとき、そして自分にそんなことを起こらせた、自分自身のことをそんなポジションに置いた自分のことを許せないとき、何層にもわたって出てくる心の引っかかり、ゆっくり丁寧に見ることができたら、必ずあなたにも解くことができると思うのです。なぜなら私にもできたから。そして時間をかけてでもやる価値のあること、自分の心を見て解いていくことって必ずあると思います。ぜひ自分の感情を味方につけて仲良くなることから、心のわだかまりや引っかかりを解いて、軽く少しでも楽に自分の心が過ごしやすくなっていただきたいと思います。